自分のアイデンティティとか、まあ、セクシャリティとかジェンダーとかそういうところでずっとこう自分探しをしていて、まあ、絵を描いたりとかファッションを学んだりとかしていく中でダンスに出会いました。まあ、その時に初めてこう自己一致みたいな風にできたんです。荒木純です。ドラッグクイーンのマダムボンジュールジャンジです。パフォーマンスアーティストです。ジューシーなど楽しい LGBTQ みんなが集まれるバー作りとか、最近はドラッグクイーンによる絵本の読み聞かせ DKSH 東京の活動とかをしています。自分が舞台に出て表現していく時に派手なメイクとか、ゴージャスな衣装とかいろいろ工夫していく中で、周りからドラッグクイーンというふうに言われて、あ、ドラッグクイーンってなんだろうと思って調べて、ゲイのカルチャーの中から出てきた、言葉で、まあ、女性性を過剰にこう表現する、カリカチュアするみたいな、そういうことを知り、自分を振り返った時に、まあ、自分は女性器があるけれども、あ、ドラッグクイーンだなっていうのがすごくこう腑に落ちました。小学校の時はみんなあんまり性別を意識せずに一緒にサッカーしたりとか関係でしたりとか遊んでて楽しかったんですけど、やっぱりこう高学年になっていったり中学入ったりすると男子女子みたいに何でも分けられるようになって、それがだんだん窮屈になって、声とかも嫌だったしね、体が女性化していくこととかも受け入れがたかったです。友達もいたけど、でもなんかこう常に居場所がないというか、なんかそこにいていないような、なんか透明人間になったような感じみたいなのはずっと持っていたかなって思いますね。時期によって手術をしたいぐらいまで考えてた時もあるけれども、まあ、今自分は男でも女でもないっていうジャンジっていうふうに思っています。あ、こんにちは、どうも、ようこそHIV の問題ってすごくこう治療的には進歩してきているんですけども、やっぱり人権的な問題が解決されていなくて、スティグマというのかな、 HIV 陽性であることを周りにカミングアウトしづらい状況があったりとか、職場とかいろいろなところで、差別的なことが起こったりっていうこともまだまだあります。偏見とか差別をどう解決していくか、あと HIV が特別な人の病気ではない、誰でもかかりうるというところで、どうやって自分のこととして考えてもらえるかっていう工夫をすごくしています。ドラッグクイーンストーリーアワー東京では3歳から8歳を対象にしてるんですけど、社会の枠に収まっていないような時に、まあ、多様な人と出会って、まあ、ドラッグクイーンという異質なものに出会って、まあ、それが楽しい経験として残れば、もしその子が LGBTQ だった時には OK っていう後押しになるし、周りにそういう子がいてもなんかいじめとかそういうふうにはならないようにできるのかなとか、あとは自分が何かあった時にこう振り返って、あんな大人もいたな、そっかそっかとか、なんかちょっと思い出せる、エンパワーメントできるような機会になればなっていうふうには思います。はい、見えてます。いろんなお友達がいて OK。 割と自分は気に入っていて、読んでるのがトトパールさんの It's OK to be different っていう絵本なんですけど、そこにも色が違っていても OK とか、他の人と違っていて OK だよっていうメッセージがたくさん出てきます。楽しく分かりやすく伝える、声を上げることと同時に、特に子どもたちかなを中心に、いろいろな人たちとそういう体験を重ねていけたらなっていうふうに思ってます。どんな自分でも OK。じゃあね、ありがとう。マダムボンジュールジャンジがお届けしました。